青旗株式会社は、広島県竹原市に本社を置く、食品会社、青旗ブランドで、缶詰、ジャム類を製造している、東証二部に上場。現在の中島忠商店により創業され、同じ母体のキューピーと共に、キューピー・青旗グループを構成しており、歴史的には、キューピーと、兄弟的な関係にあったが、2014年12月より、キューピーが、 青旗の親会社となっている。主にジャムを中心としたスプレッド関係や、その他缶詰など一般向け食品の製造を行っており、自社で販売しない製品の営業、販売はキユーピーなどの関連会社に委託している。ジャム工場ジャム工場に隣接した体験施設、青旗ジャム歴、中島正商店創業者である中島東一郎がイギリス滞在時に、 ロンドンのテムズ川でのケンブリッジとオックスフォード大学の伝統のボートレースのフェアプレーに感動して両校の青い旗に強い印象を受けた。帰国直後の1918年に青旗を商標登録したが、おは頭が出てバランスが悪いと感じ、1928年に青旗で再出願した。1918年の出願時には青以外に緑、赤、 黄色の旗マークを登録した。これは中身が見えない缶詰だからこそ正直、物垂れという中島の信念によるもので、カニ缶詰の特急品に青旗マーク、一級品に緑期、二級品に赤旗を付し、格付けを明確にした。青旗の商標権は長年中島ただし商店が保有していたが、前述の通り2018年12月3日付で、 青葉大上とされた。ありがとうございます。